今日は、前回に引き続き、下腹部のトレーニングの腹筋の方法をやっていきたいと思います。で、前回のトレーニングと比べて負荷が高いものになってくるのと、あと体が硬い人なんかはちょっと、難しくなってくるので、できないと思った人は無理せず、前回紹介した動画の腹筋のやり方でトレーニングを続けてみてください。で、今回は、前回とは違って手も上の方に伸ばしていきます。で、まずは手を上に伸ばしてもらって、で、その状態から手と足を両側一緒に曲げていって、で、体の真ん中ぐらいでつま先と足の先が合うようなぐらい合わせてもらってゆっくり下ろしていきます。で、この時に届かない人は無理に近づける必要はないんですけれども、できるだけ近づくようにやってみてください。以上です。